それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。喧嘩ぶりということで縮小。頼むぜタクミ。420件体感してろ。いや、4050の死者だからいいのか。よくねえだろ。というかやばいぜ。流れるようにスムーズだ。すっごいそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。なぜこんなもんじゃないはずだ。どっちでも進むぜ。指導が焦って初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。五感のすべてを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでるのに全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプだ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だが、旧五線系だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配にならない。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンキラーって聞いてたけど、こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。なんださっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。乗っ取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。訳がわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。だろう、こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。あ、おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えば。来た来た来た、お前に出てるぜ。行けよ信彦。大きいの底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五線が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかもだぜ。ダーリン、くっそ、マジきつい。
ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションだ、5戦の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なのか。わかんねえよそんなの、藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。東横線は全長25キロと比較的短い路線だから、先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのかもしれない。後半の戦争は藤原なら十分チャンスはある。圭介の言う通り、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。信彦が取った。関西最速のダウンヒラー、阪急に手を完全に抑えてる。まさか信彦が前なんだ。本当だ。よし、いいぞ、押さえてる。行け。なんだ信彦じゃない、どういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからないんだ。いや、ダメだ、なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ちぎられないようついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が強い。しかし鉄道はレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なく滑り出す。ある程度の重量感で粘着力を加速する。ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐが、上り勾配ではフロントに荷重を寄せきれず粘着力が不足する。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車の弱点。つまり東急五線系は上り勾配の突っ込みに弱いってことか。無女子のアドバイスもそういうことだったんだ。アドバイス、何が。チャンスは薄楽、ここしかない。願い事を叶えてあげる。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に急戦に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2戦に勝つ方法は一つしかない。信彦、こっちだ、遅えぞ。悪い。で、こっちが例の坂本だ。チェース。聞かせてくれよ、信彦。お前が見つけた2戦に勝つ作戦ってやつを。今までのデータと自分の目で見た2000の戦闘力を総合的に分析したら、最終的にはすごく単純な結論に至ったんだ。実はそのための車を持ってきてるんだ。二人なら口で説明するより車を見ればすぐ理解できるだろう。プロジェクト D 攻略のリーサルウェポン。こんなのがリーサルウェポンだなんて、お前本気で言ってんのか、信彦。なるほどな、わかったぜ。こいつでとことんやるってわけか。この発想はなかったぜ。はぁ、まったくつくづく嫌な野郎だぜ。絶対友達になりたくねえわ。よかったな、いとこで。親父、なんだよこのウサギみたいな変な着ぐるみは。2000お前にやるわ。あれおめえのじゃねえだろ。